いやー、卑怯で結構やね。どうも、エルザです。それではダークソウルやっていきたいと思います。ダークソウル3だね。毎回ちょっと抜けるけどね。とりあえず装備を整えたいなっていう感じで、あとはどう考えても正面は厳しいんでねえのと。あれ、そんなことない？いやー、そんなことあるね。おー、増えた。マジか。普通にブレス吐くんか。これさ、ここのドラゴンは、最初ロスリックがいたところのは関係ないのかな。ドラゴン倒せるなら倒したいけどね。よし、いないね。じゃあ、こっちを通っていく。あれ？結局一緒か。いや、あれは生きてんな。シールドバッシュ使ってくるのがなかなかむずい。盾全然もらえないな。グレートランス、下行けるじゃん。そしたら、飛び降りるってこと？そんな感じ。あち、あち、熱い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 。ああ、しかも反対側もいけるんだね。お、塊、塊ほんと出てくるな。んで、こっちはなんかいた。あ、やっぱ来るよね。痛い痛い痛い。お前かお前か、さっきから投げてんのは。危なっ。それは痛い。そんでもって下もすっごい気になる。もうね、いろいろね、情報が多すぎて。ちょっと待ってね。んでもってお前だよ、お前。情報多すぎんだよな。要はあれでしょ、舐めてかかってたら、お前、うえっすいません、舐めてかかってました。今みたいに、お前舐めてかかっと叩くぞ、みたいな。
あーそこ当たんだよね。そんな気はした。これ大変だな。まああとこいつが本当火に弱いっていうのはよく分かった。入れるね。うわあ、なんかいるわー。しかも二人いる。ああ。ドラゴンいんのか。いやー、いけそうにないな。下？ですよね。ははー、怖えー。マジで？うわー、見ててよかったわ。ああ、それはこっち側不利。痛い痛い。もう動けないね、これは。いやー、マップ的に、あれだな、角にはまりすぎだな。無理。ちょっとロックオン。ああ、無理。あのイルシールを狩らずに行くか。あれで調子狂ってるからね。はあ、気合入れ直そう。よし。よし、もうとりあえず一息ついてね。いいじゃーん。一人で来るだなんて偉いじゃん。偉い。それは何？いや、かけらか。武器じゃねえのか。刺さったよし、オッケー。ああ、これで一段落だね。こっちじゃないのか。めっちゃ頑張ったけど損したね。ってことは、
よし。あ、試験。あー、それが手に入るんだ。イルシールシリーズのね。あー、やっと倒せた。あー、レピア的なね。はい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 。あ、これだけ。あ、いや、お宝もあるわ。どうせ、どうせ、どっちかが。お、ちげえ。マジで?やった、うろこだ、久しぶり。青銅騎士の、青獣紋章の盾。あー、受け身能力が低いね。なるほどね。一応装備が手に入ると。こっちもあるね。あー、光るはあれだけ。これだけかな?え?かけら。あー、光るがめっちゃ手に入るね。サビ石の塊、塊もめっちゃ入る。あ、やべ。やべ、やらかした。まあまあまあ、こうなればね。うい。ああ、怖え。そうだな、警戒しておくべきだったね。雷壺。ちょっと。うん、痛い。痛い。マジ、あ、しかも三つ出た。どうかな?次どこ隠れてる?おい!いい、ダメ!おーおー、めっちゃ来るじゃん。気づいてなかったのか。それで降りてたんだね。んで、あー、ここか。で、ここ間違えて降りると、やられるみたいな感じか。ん?君かー。久し。お久しです。おい。ちょちょちょ、おお、なんでよけれたー。ちょっと待って、なんかもう一体いる。マジか。ちょいちょいロック音変わるんだよね。 R 押してるから。でもとどめ。よし、かけらか。スナイパークロス。あー、ボルト。はいはい。あー、はあ。
戻ってきてない？だよね、一周してるよね。あれ、それだと困る。まだね。あれ、じゃあこっちではなかったということ？でもね、ここ最初のルートだもんね。じゃあちょっと戻ろうか。これはただ僕はアイテム回収に来た感じになってるね。あと行けるとしたら、やっぱ正面突破になるの？ああ、でもあれか。そうか。登れないからぐるって回るしかないのか。あれだよね。あの、正面にドラゴン見れるところあったから、そっからだよね。あそこ行くのか。はっぜ。マジか。無理。あ、いけた。普通にいけるじゃん。マジ？バレなければいいですよみたいな感じなの、もしかして。ちょちょ。あー、そんな感じだねー。切ねえな。マジでそういうの切ないな。ちょっと装備整えて、まあこんなもんかな。危なーれ、絶対火薬系だよね。って思うじゃん？絶対上から。よし、これでオッケー。なんかあるね。これはない。やめい。やめい。それツボか。ああ、ぐるって回ればね。ちょっと邪魔だね。もう意外とあれだね、弾かれないんだね。いないよね、他いないよね。塊。あーで、ちょっと待って、そこは
ああ、通路か。ええー。じゃあ、なんか、うにうにしてるから。ああ、ってことは、入ってんのか。びっくりしょだが離れれば問題ない。ういおお15000塊に残り火に。じゃあ同じような感じで反対側もってことか。あれ？あんな元気なかったっけ？いや、あれ、多分違うな。フェイクだな。そしたら、こっちはぐるって回るだけだから。おだまり、おだまり。ほい。ま、これで、片付いたね。青白い松屋に。これ嫌な感じするなぁ。ですよね。おお、そんな攻撃してくるの？てか、その体勢何？うぃまあでも、通常よりそんな、難しくはないか。まあ、ある意味、楽だったかもね。うわぁ、神いるじゃん。で、これを開けると。門が開くわけだね。これで、通れると。あ、全部首落ちてるわ。あ、抜けた先にああやって構えてんだね。28000どうしよっかなー。うん、そんな気がした。いたマジで。強いじゃん。でもね、多分、気づかずに取ったら、ザシューって一瞬でやられるみたいなね。まあまあ、大体ね。あ、めっちゃ首刺さってるわ。いやー、痛そうだな、この刺さり方は。あー、多分、あれか、こっちから行って、あ、もう片方の竜倒すんだろうね。では、恒例の儀式と行きましょう。倒せなくはないんだけどね。しんどいんだよな。やばい。あー、やっぱそうなったよね。あー、で、そっちいたのか。やっぱ弓だったなぁ。ちょっと頑張って取り行こう。
いやいや、一人でいい、一人でいい。さすがに二人は。嘘でしょ。ちょっと待って、今はダメ。今はやるのはダメ。なんか嫌な音がする。全開。よーし、せっかく削ったのに。マジか。どう削ろっか。痛えなー、マジで。グスターめちゃくちゃ取りづらい、こいつ。回りきれてないんだろうね。よし、あとは一旦上に行って回収して、来い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 。あれ止まっちゃった。来るんだ。こっち来るんだ、こっち。あーでも雷系いいなー。盾貫通してるもんね、ダメージね。うい。シールドバッシュしてくるんだよな。すげえな。お、塊ありがてえ。よしよし。残り B。 さすがにないか。ここはないか。さて、ここってあれだよね、全員首切っ、あ、でも首切ってるってわけじゃないんだろうな。あ、ここ何もないんだ。あー、いや、あー、ボスかー、ボスがいんのか。太陽のメタル。あーはー。ってことは、下に降りて、ってことだね。これ落ちておしまいとか嫌だな。ありそうで怖いんだよな。あー、いるわ。
あれでもこれ反対側行ってどうなるんだ。あ、お前も弓か。いるわ。いるわ。行かなくてよかったー。マジか。弓強いよね。ここに来てやっぱ敵ね。いい、マジで。今の追尾はすげえな。はい。よし。さあ来い。大振りだからね。ほい。1、2、3、4、5発殴って、やっと攻撃力アップの発動って感じだったね。あんまり。そう考えると、あんまり嬉しくはないか。発動的にね。なんも、いや、上から降ってくる予定だったのか。騎士の指は、ちょっと後で見よう。今見よう。騎士の指輪は、筋力。あー。ありがて。ほい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 。いいねー。軽いからやっぱちょっと殴ってゴリ押しっていうのが気持ちよくなってきたね。何これ、太陽の、いやめっちゃ崩れてる。太陽サンフィー。じゃあ捧げるしかないよね。1個しかないもんな。鱗3つ、いいね。あー、こっちが隠しというか、そうだね、そんな感じだね。あー、あー、ぐるって回ってきたのか。あ、これいいね。もう一体ちょっとドラゴンうねうねしてたから倒したいね。上から弓でちょこちょこやった方が楽かな。ちょっと状況を見てから判断しよっか。そういうことね。え、ちょっとルートめんどくさいね。ボスまでの行くルートがね、ちょっとずつちょっとずつ長くなってるんだよね。あっちか。
ということは、まあまあまあ、ここもね、楽に飛ばしましょう。いやー、卑怯で結構やね。ただ、そうだよ。あそこにどうやって行くのっていう話で、多分、ギリ怖いから、あ、普通に行けたわ。やべ、装備忘れた。これに真空、真空だよね。よし、あ、普通に来れるんだね。あ、展示聖書。いや、普通に行けねえわ。上からだけか。あー、動いてたね、今ね。いい感じ。これゴリ押しいけるね。よーし。おお、太陽の直剣。太陽シリーズが出てくるんだね。あ、どっちみち足りてないんだけど。あー、普通に振るんだ。ちょっとそそるものがあるな。んで、まあもうあとは、あれか、もう一つ行ってない扉か。よし、ちょっと、これは、これは帰りたい。これは帰りたい、さすがに。これはちょっと持ちすぎ。筋力5上がってたよね。体力、体力上げるか。体力と生命力ね。帰ってこないね。ああ、やっぱ属性は触れないって感じだね。イルシール鍛えるなくてもって感じかな。直剣が、あ、これそうだね、別に上げなくてもって感じはするな。原版。あー、で、多分これ最高になるのかな。8! あー、やば。もう289なんで、伸びがすごいね。で、69でしょ?これで。154か、残り。あー。たら、よし、じゃあ一旦ここまでにしましょうか。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたねー。